こんにちは、速稼塾の久保です。そして全国1億3000万人の花屋良馬さんの皆様、こんばんは。今日もね、私の動画を見に来ていただきまして本当にありがとうございます。ただですね、私の動画見てどうですかね、なんかためになってますかね、もしくは無駄になってますかね。そもそも人生って無駄なものって結構必要としてますよね。パチンコって無駄ですよね。プラモデルを作る趣味って無駄ですよね。お酒を飲みに行くこと無駄ですよね。じゃあ何が無駄じゃないことなのかなって考えてみると、そうですね、全然思いつかないですよね。これは絶対必要だよっていうものって衣食住ぐらいで、確かにドライブってあるじゃないですか、車に乗ってね、こうやってバーッと楽しむやつ。あれ言ってみれば移動をレジャーにしてるだけですよね。でも片っぽではトラックドライバーさんとかね、移動が苦痛であるっていう風な考え方もあるわけですよ。そう考えていくと、何が良くて何が悪いか、何が無駄で何が有益かっていうのは、人によって違う、もしくはそのタイミングによって違うってことも言えます。美味しいご飯を食べるのって確かに必要だと思うんですよ。でも美味しいご飯をずっと食べ続けて3時間食べましたって言ったら完全にやりすぎ、無駄ですよね。けどやっぱり付き合いで仕方なく、大してお腹が空いてないのにどっかね食べに行くってこともあるわけですよ。じゃあ食べるっていう行為は無駄だけど、その空間にいるってことは何がしかの益があるっていうふうに考えると、あながち無駄ではないかなとも感じられるんですよね。で、私はですね、お亡くなりになった方のことをたまに思い出します。これってどうなんですかね、何かの役に立つんでしょうか。無駄なのかもしれないですよね。だって死んだ方のことを思い出しても何も生きないですよ。それからまだ来てない未来のことを空想します。これも無駄かもしれません。明日は天気なのかな、雨なのかなっていくら考えたところで、自分の意思とか結論とは関係なく明日の天気っていうのは来ます。雨になったり天気になったり、自分の意思とは、自分の希望とは関係なくです。で、そう考えていくと明日のことを想像するのも無駄なのかなとかね。よくね、20代30代で老後のことを心配して貯金する人もいます。年金問題とかね、それ投資とかしとかないとって思いますけども、そもそも老後って来るんですかね。20代とか30代で70代とか80代のことを想像しても、もしかしたらね50代で人生終わるかもしれないんですよ。となると60代70代のためにしておいた貯金、スキル、投資、全部無駄になります。じゃあ投資が無駄かって言われると、万が一長生きしちゃった場合は生きてくるんですよ。じゃあ万が一長生きしちゃった場合に、投資とか老後の年金とか貯金とかをしてこなかったら、自分の人生はなんで無駄だったんだって感じることでしょう。無駄っていうのはとかくですね、相対関係に合うわけなんですね。じゃあ YouTube の動画上げてますよね。で、これって視聴者さんがずっとゼロだったらやってもしょうがない、無駄だっていう考え方もありますけども、でも YouTube の動画をずっとやってれば、自分の個人的な考えが整理できたり、喋りがね少しでも上手になったり、視聴者さんは一人もつかなかったけども、自分なりにやるだけやったんだというね、満足感を得れるかもしれません。もしくは敗北感、挫折があるかもしれません。その感情の動きっていうのは無駄ですかね。人間ってのは常に感情を動かしながら生きていると思います。死ぬ直前ですら感情があります。そうなると、その感情があること、喜怒哀楽があることっていうのは無駄なんですかね。雨が降ったからなんで雨かよってイラつく、これは無駄なんでしょうか。でもその感情の中から、あ、次は傘を持っていこうかなっていうふうな新しい発想、未来への防御策が生まれるとしたら、その1回の判断ミスも次に生かせる無駄ではない好材料になるんじゃないかなと考えられるんですよ。そうなんですよね。やっぱり人ってね、無駄なことも必要なんですよ。無駄なことの中から、それを無駄じゃなくするその知恵が働くっていうところもありますし、ぼーっと過ごす、傍から見たら時間の無駄をしているような感じに捉えられることも、その人には癒しであったり、考えをまとめる瞬間であったり、様々あるわけですよね。さあ、私と花屋良馬さんのこの動画のやり取りですけども、私はね、花屋良馬さんに返信を送ってくださいとお願いをしたりね、はい、動画作りましたよ、俺やって叩き込んだことはありません。ただ独り言をカメラに向かって喋って、それをアップロードして静かに待ってるだけです。返信が来るかどうかは分かりません。でも花屋良馬さんは私のことを見つけてくださって、動画を撮ってくださって、そしてですね、素晴らしい動画を作ってくださいます。
私が花山さんのテーマで神道神の道というねテーマで動画を作り始めて、早何日かになりますけども、これに対してですね、視聴者さんもいる、花谷龍馬さんも反応して動画を作ってくださるということで、すでにこのやり取りっていうのはある一定の人にはね影響を与えていて、もしかしたら異論反論考えを整理するそんなタイミングをね作ってるのかもしれません。となるとですね、このやり取りっていうのは何がしかの意味を残すのかなと思います。ただですね、 YouTube を全くやっていない方とか花谷龍馬さんとか久保哲郎に興味がない方が知ったら、なんて無駄なことやってんだって思うかもしれないですよね。結論ですね、無駄かどうかっていうのはこれはね誰にも分かんないんですよ。やってみてそれがどうだったかな、結果はどういうふうに出るかなとかね、あると思いますし、それから振り返ってみると今ならそれの意味が分かるなっていうふうな受信力の問題もあります。無駄なものからも有益なものを引き出すようなね、そういう受信力がある方でしたらどんなものも無駄にしない、そんなこともできるでしょう。でも自分に興味があること、自分の利益ばかり考えているとほとんどのことが無駄に見えてきて、人が競馬をやってるのすらね、そんな無駄なことやってとかなるんですよ。でも誰かが競馬をやることによって競馬っていうね世界が支えられたり、そこでお金の流通が起きたり、そこから税収があったりで、競馬によって流れていった資金が車椅子になったりっていうことを考えると、果たして年金で競馬に行ってる人、生活保護費を使ってギャンブルをしてる人、単純にそんなことにお金使うなって責められない部分もあるかなと思っちゃうんですよね。さあ、とかくですね、人っていうのは自分の主観で物事を語りがちです。これがですね自己肯定感なんですよ。でも絶え間ぬ自己否定をもってすると、誰かを批判しようとした時に、あれこれ自分勝手な判断材料だよね、これは自己肯定感高まってるな、うかつだな、といい気になってるな、慢心してる、いかんいかんと、この人にも何か事情があるに違いないと、よしこの人の考え方や行動をまず肯定してみようか、興味を持って見れるようになるんですよ。なんでそういうふうなねことに至るのか、なんで生活保護のお金を使ってギャンブルをすることをできるのか、興味を持ってみるとね、その方にとってはギャンブルこそが生きがい、ギャンブルがあるから生きていける、そしてギャンブルといっても、もう生活をね2点3点させるほどの巨額なお金が動くわけではなくて、せいぜい生活保護費の中から1000円2000円5万10万を使うのが精一杯だよ、そういうふうな喜びがあってこそその人は輝いて生きている、そしてその業界をも支えているっていうことを考えると、確かにね、生活保護を受け取っていない人から見ると、いや税金をそんなことに使ってになるかもしれませんけども、税金を使ってその人はその人らしく人生を全うしている、他のことは何もいらない、他の方の批判をいくら浴びても自分はこれが好きなんだ、これが本当に自分には必要なんだって思えるとしたら、完全燃焼した一人の命の姿なのかなっていうふうに肯定感を持って見ることもできると思うんですよね。もちろん私はですね、パチンコもスロットも競馬も競輪もやりません。興味もありません。自分が興味がないことに一生懸命になっている人に対して、なんだろうこの人はとかね思っちゃうこともあります。ただその人の立場になってみたら、なるほど、早起きして他の予定を排除して、で友達とも付き合わずにここに来ることによってこの人は何かね自分のね存在意義を感じているとしたら、まさに生きる意味なんですよ。これが他者から見ると無駄なんだけども、その人にとっては最大限の自分のミッションなわけですよね。そしてその業界に詳しくなったり、そこで知り合う方との関係が生まれたり、まさにね人との関わり、物との関わり、情報との関わりが生まれて、そこで最大限輝くその人のステージなんですよね、きっとね、世界の広き舞台、じゃあ逆にですね、そういう方を批判する方、自分はじゃあどんなことで誰かのためになってるんだってことになっちゃいます。でそもそもね、人間で生きるときに誰かのためにならなくちゃいけないのってことにもなってくるんですよ。誰の役にも立ってないけども自分は生きていて 100% ハッピー、そういう人が1億人いれば素晴らしい国だと思うんですよ。もちろんね、もちろんですよ、これを踏まえた上で誰かのためになる人が1億人いてもいいと思うんですよ。でも誰の役にも立ってないというふうに一見見えても、その人はその人らしく生きてるんだったら、これはね尊重すべき人生がそこにあるんじゃないかなと思いますよね。ということでね、今日はいろいろと
フリートークしてみましたけども、私はね、花龍馬さんがこの1年間ね、感じてきたこと、見てきたこと、やってきたこと、すべてを網羅してるわけではありませんけども、ただね、私の人生の中で去年この秋口からですね、花龍馬という神に向かう道っていうのが私の人生の中に強く打ち立てられたことは確かです。私は花龍馬さんからたくさんのことを学び取る、たくさんのことを感じる、これがですね、日々のミッションになってるわけですね。じゃないとこのシリーズとか動画とか作んないですよ。で、翻ってですね、他の YouTuber さんいっぱいいます。私も関わってる人いっぱいいます。こんなコーナー他の誰を作ってるんだってことですよ。まあ作ってる人何人もいますけどね、いるけども、100人にあって100人のね、動画シリーズ再生リストを作ってるわけではありません。これは自分の人生の記録を残しておきたいなっていう人を中心に再生リストを作ってます。さあ今度はあなたの番ですよ、ね、私に再生リストを作らせるようなそんな発信ができてるかどうかっていうことをね、偉そうに私が言うことではないですけども、もしね、少しでもね、あ、再生リストのやり取りいいなと思ったら、ぜひね、私に動画を投げていただきたいと思います。あとね、動画を投げなくても、まあ、久保哲郎みたいな動画をね、誰が作るとするじゃないですか。それを私が見つけるかどうか、これもなかなか面白いチャレンジではないかなと思います。とかく YouTube の世界っていうのはね、こういうふうな思わずドラマが生まれるもんだなと思いますよね。いや今日もね、よかったな。今深夜2時ちょうどでございます。11月18日深夜2時、お後がよろしいようで、2時ジャストになりましたので、今日の放送は以上でございます。花龍馬さん、ありがとう。